ういう問題じゃなくて、岡崎さんにいてほしいと思っただけです。何人集まろうとです。はい、お願いします。はい、着きました。食べたいです。外食ですか？でも私は家に帰ってご飯作るお手伝いをしないとダメなんです。お母さんだけに任せておけないですから。岡崎さんは家でご飯食べないんですか？じゃあお父さんと晩ご飯食べないんですか？何かあったんですか？そうですか。でも、どこかで喧嘩していてもどこかで通じ合っていればいいです。あの、もし迷惑でなければ晩ご飯ご招待します。
こんばんは。からご年配の方まで幅広く愛されそうですよね。ダメでしょうか。何が悪いんでしょう。ネーミングでしょうか。ネーミングに関しては自信ないです。どうしましょう。ボリボリ言うからボリボリパンとかパキパキパンの方がいいですか。はい、何でしょう。はい、でも美味しいですよね。おいおい、なんてことしてくれんだよ、てめえ。
いいお肉があったのでとんかつにしました。とんかつ手抜きっぽいですけど美味しいですから。こうやって千切りのキャベツいっぱい付け合わせて一緒にソースかけて。うめえな。本当ですか？よかったです。な、若造もそう思うだろう。そういえばお名前聞いてなかったですね。岡崎さんです。岡崎智也さん。かあ、みみっちい名前だな。おい、岡崎銀河とかにしとけ。スケールでかいだろう。いいですね。銀河さんってお呼びしていいですか？そうしたらあれだ、名字を大宇宙にしよう。大宇宙智也だ。これはまたでけえだろう。いいですね。大宇宙さんと呼んでいいですか？いちいちケチつけるやつだな。さない、いい案ないのか？コズミック智也というのはどうでしょう？それ最高だ。コズミックさんと呼んでもいいですか？なあコズミック、渚の学校での生活ぶりはどうだ？な、コスモ。こんなに遅くなっちゃいましたけど、よかったですか？岡崎さん？ん？何がです？そうですか？これは、これは、また智也くんに迷惑をかけてしまったかな。
岡崎さん、まだ帰らずにどこか行くんですか？明日、また遅刻します。それは、本当にそうなんですか？今も信じられないです。岡崎さん、全然不良の人っぽくないです。お父さんと喧嘩してるって、そう言いました。それと、関係ないですか？お父さんと顔を合わせると喧嘩になるから、お父さんが寝静まるまで外を歩いて、それで遅刻多くなって、みんなから不良って噂されるようになって、違いますか？本当に違いますか？できます。そうさせるのは、岡崎さん自身ですから、きっと何か理由があるんだって、そう思いました。岡崎さんは、私を勇気づけてくれた人ですから、だから私も、力になりたいです。勇気をあげたいです。それはダメです。立ち向かったりしたら、分かり合わないと。それは、とても時間のかかることです。もしよければ、私の家に来ますか？少し距離を置いて、お互いのことを考えるといいと思います。お二人は家族です。だから、距離を置けば絶対に寂しくなるはずです。そうすれば、相手を好きだったことを思い出して、次会った時には、ゆっくりと話し合うことができると思います。それに、ちゃんと夜になったら寝られて、学校も遅刻しないで済みます。一石二鳥です。どうでしょうか、岡崎さん。岡崎さんは、そうしたいですか？はい、そうしましょう。岡崎さんは、こんな私に声をかけてくれた人ですから。一緒に、演劇部の部員、集めてくれるって、言ってくれた人ですから。それだけで、私には十分いい人です。